ゴールドジョースナイピングリーを演じさせていただきました太田哲治です。今回のこのノーモアヒーローズ前作前々作に続きまた新たなキャラクターを加えてということで参加させていただきました。初参加ということなんですけれども、まあ話の内容がねこうぶっ飛んでいるのでとてもシナリオも楽しくやらせていただいたと同時に私のキャラクターもゴールドジョーなんかも一見見た目が硬そうに見えて中身がねあんな感じでやらせていただいてもういろんな方をね彷彿とさせるセリフなんかもちょっとニュアンスとして出てくるんですけれどもそこはまあ全く意識はしておりませんので皆様なんかそう影を感じてもちょっと追い払っていただければと思います。作品自体がとてもぶっ飛んでて面白いのでキャラクターの個性がもう全員強いと思います。風様にしろね、でこの展開っていうのを最後までお楽しみいただける内容になってるなと思います。1話1話の完結がとてもスピーディーでいいのかどうかはわからないですけれどもスピーディーでとってもやりやすいゲームとしてはとてもなんていうんですかねハマっていけるようような作りになってると思います。こちらのスナイピング D というキャラクターもねやらせていただいてこちらもちょっと変わった感じのなんていうんですか癖の強い感じでやらせていただきましたけどどうなるかはやってみて皆様に楽しんでいただければと思います。はい、まあ何を言ってるかわからないかもしれませんがこう何を言ってるかわからないのが楽しいような作品になってると思いますのでどうぞ皆様最後までお楽しみくださいませ。はい、太田哲治でした。